どうも、エリラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、僕だけがいない街のこちら、じゃん、はい、衝撃シーンランキングということで、うん、はい、こちらの方見ていきましょう。はい、じゃあ僕の第3位はですね、こちらですね、八代先生が、サトルが車椅子で初めて病院の庭に出たのを見ていたシーンですね。うん、なんか誰のセリフか分かんなかったんですよね。そうなんですよ。なんかね、お母さんのなんか回想みたいなセリフがね、ずっと続くんですよね。あなたがいればいいみたいなセリフから、うん、なんか途中から、あれ、なんか語り口調変わったなって思ってたら、八代先生だったっていうことですね。そうなんですよね。うん、まあ、恋人みたいなね。うん、そうね。ずっと待ってたってね。時間が帰ってきたみたいなことを言ってるんですけど、お母さん長いねと思ったら、どっからすれ違っていくんですよね。うん、でも意外とだからお母さんのすぐ終わってるとか、そのページで終わってんじゃない？なんか君とか言い出してからは、八代先生なんじゃない？うん、そうなんですよ ね、 なんかね、言い方が変わってますもんね。はい、それだからこの黒文字になってからか、なかなかびっくりしましたね。猟奇殺人者ですよね。うん、まあ、僕も八代先生ですね。はい、八代先生が悟りにね、こう、悟はもう八代先生のこと信じてるんでね、クラスメートで一人になっちゃった女の子がいてね、その子をね、アイスホッケー場から追っていこうとした時にね、八代先生が車に乗るんですけども、そうね、でいつも飴が入ってるところを開けようとして、開けたらね、飴じゃなくて下剤が入ってたんですよ。八代先生がね、俺、僕の車じゃないんだって言った時の顔ね。あれはね、やっぱすごいですよね。見開きで。この後の悟の顔もいいんですよね。うん、この、やられたーっていう顔。ちょっとね、子供らしからぬ顔してますけど。そうなんですよ。なんで疑ってなかったかね。俺だったら絶対疑うけどね。まあ、なんだっけ、中西さんの見張りやってる最中にあの先生が出てきたらへんで、やっぱり、うん、悟はね、大人なんだから、子供だったら騙されてもいいけど、大体ね、わかりますけどね。じゃあ僕の、衝撃シーン第2位はこちらです。幸子が殺害されるシーンですね。はい、僕も、それから、まあね、なんか急だったんでね。そうですね。まさか、なんかここ助かりそうだなと思ってたから、この漫画の内容、これよく分かってなかったから。そうなのよ、俺もなんか分かってなくて、何なんだろうと思ってたら、いきなり殺されちゃったから、もうここはなんとか助かってみたいな感じなのかなと思ったら、死亡したんでね。はい、まあ、リバイバルで戻れるのかなと思ったらね、戻れなかったんです。戻れなかったですね。最初のリバイバルは、これこそだと思うんですけどね。あのリバイバルは何だったんだろうね。確かにね、1回だけちょこっとね。これでも、そうか、犯人にされる、されたってことか。でもまあ結局犯人にされてるもんね。確かあのリバイバルは確かに謎だね。刺された後だもんね。まあでも、だから何回もやり直すはずが、全力出しちゃったってことですよね。まあ確かこのシルエットは、まあ八代先生でもいけるか。ちょっとでかいけどね。でも八代先生、まあでも、わかんないか、街で見たら。まあ、ひげつけてるしね、メガネと。俺は小学校の隣のクラスの担任だった、6年の時、隣のクラスの担任だった女の先生が、映画館の俺、チケット売り場にいたら来たけど、全く相手も気づかなかった、ね。相手はね、お前気づいたの？いや、でも、確証はないけど、チケット売った後に、あ、多分そうだろうなって。なるほどね。だ、そんなもんだろうね。まあ、気づけないだろうね。じゃあ僕の衝撃シーン第1位はこちらです。愛理が店長を殴るシーンですね。僕もそれですね。そうですか。はい、まあ店長がすごいね。すぐ殴っちゃうんだよな。真ん中をね、顔面の。まさかね、こう、でもこれは初回の時にアイリーがこういうキャラだって知らなかったんでね、この暴力キャラだと思わなかったんで。まあね、確かに不思議なやつですよね、アイリーは。この後カメラマンも殴りますからね、この盗撮してたね。はい、その殴られてる人の顔がね、またね。そうな、それが上手なんですよね、やっぱり。すごい、女にグーで殴られたことないかもな。
や俺別に男でもないですよ、顔面グーで殴られたことは。あ、そうですか。うん、顔面でしょ。顔面はないけどな、こんなまっすぐほっぺたとかじゃなくて、うん、まあ不意だったからこんな当たり方になったんでしょうね、うん、まあね、うん、店長が通報しちゃってたからな。殴ることはないですけどね、当たり前のことですからね、本当だったら、うん、かわいそうですけどね、店長。まあというか、ね、はい、アイリーはキャラちょっとよくわかんなかったです、まあ、はい、まあね、劇場型でしたね。はい、はい、というわけでね、衝撃支援このようになりました。ぜひ皆さんも読んでみてください、お願いします。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。足元を回るキタキツネのことは覚えていた。18年前は一人で見て誰に話しても信じてもらえなかったっけ。今日はついてる、雲一つない星空だ。ほら、着いた、クリスマスツリー。アホちゃう、バカなのね、関西弁にしないで。どうも、あざました。